皆さんこんばんは。小学6年生11歳の斉藤彩乃です。よろしくお願いします。私は最近学校で算数のドリルが配られて、それを家庭学習にやってきてねって言われてもらったんですけど、すごい算数が4年生頃から苦手で、それでなんか配られたんですけど、その復習が2枚あって、その他が全部これからの問題みたいな感じなんですけど、その復習の時点からそのやり方を忘れてしまって、そのお友達とこの前一緒にやってたんですけど、その時にお友達に教えてもらってなんとかできるようになったので、この先が不安でしかありません。そしてその国語の漢字も苦手なんですけど、その漢字はその記憶力が多分あんまりなくて、そのどうでもいいことが覚えてて、そのすごい重要なことから順に忘れちゃう気がするんですけど、その漢字とかはその覚えてるんですけど、そのなんか急いで書かなきゃいけない時とかはそのひらがなで書いちゃうのが癖になっちゃって、その漢字を使う場面が少ないので、今年は算数と漢字を頑張ろうと思いました。それでは次の曲聴いてください。115万キロのフィルム。これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと、主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン、目の奥にあるビル。